修正という言葉、ソーシャルゲームをやってる方だったら聞き覚えがありすぎるぐらい聞いてる言葉だと思います。もちろん我々のツムツムもですね、めちゃんこ修正されてるツムっていうのが存在します。というわけで、修正されたツムを何十体か、僕が覚えてる限り全て集めてきたつもりです。注意事項としてですね、もちろんあぶれてるツムも、たりすると思います。っていうのと、そのツム自体が修正されたものを取り扱っています。例えばプレミアムボックスにこのツムが入る予定だったとか、そういうのはどっちかっていうとプレミアムボックスの修正であるため、そういうのは省いております。というわけでよろしくお願いいたします。トップバッターはジャック・スケリントンことジャックでございます。スキルは少しの間タップで消せるよということで、今来てるペアツムのドナルドの元祖のスキルになりますね。修正前っていうのが画面外のツムもタップすることができてしまったと。そしてこのジャックのスキルと非常に噛み合わせが良かったんですね。画面外が新しいツムが降ってくる場所なんですよ。一番上の天井らへんが。そこにジャックのタップする判定を拾えちゃうと。ってことはもう開始地点でもうツムが降ってくるラグっていうのが一切なく、もうバーって消すことができました。さすがに運営さんもこの時代にこんなスコア出されたらたまったもんじゃないということで修正されてしまいました。続いてサリーです。サリーはマイツムの大ツムをいくつか作るというシンプルなスキルなんですけど、勘の良い方だったらわかると思うんですけど、スキルループってのが余裕でできるんですね。いくら必要詰め数が18個であれ、大ツムが3つぐらいできてしまったらですね、スキルループってのは簡単にできてしまうんですよ。そういうこともありまして、サリーはスキルを打つために必要詰め数が1個ずつ増えていくという修正を食らいました。修正後になるとさすがに貯めるのが余裕ではあるんですけど、修正前みたいにバンバン打つことはできなくなりました。続いてマイクですね。スキルは縦ライン上にツムを消すというシンプルなスキルなんですけど、なぜか必要ツム数が1個増えました。この当時のツムツムって結構厳しかったんでしょうね。今だったら全然14でも許されるような性能してるんですけど、当時としてはやっぱ破格の強さだったんでしょうね。野獣はどう説明するのかどうかちょっとわかんないですけどね。そしてマイクと同じようにですね、必要詰め数が1個増えたツムが存在します。それがスティッチですね。スティッチも必要詰め数がなぜか1個増えました。マイクと一緒の理由でしょうね。次に行きましょう。続いてエルサです。エルサは凍らせる範囲が広かったっぽいんですけど、運営的にはよろしくなかったんでしょうね。強すぎだってなって狭まったっぽいですね。続いてはマルセントです。元祖最強のこちらのマルセント、最悪の修正を食らっております。まず1回目、必要詰め数がなんと33個になりました。はい、もう打てたもんじゃありません。そしてその後、さすがに弱すぎたんでしょうね。どんどん増えていくような、サリーと同じ修正になりました。この修正結構バランスいいんですよね。タイムボムが出れば普通に6000コインだったり、上手い人は8000コイン満枚とかも一応出すことができる序中詰めになっております。続いてヤングオイスターですね。下にヤングオイスターが増えるよということで、元祖ガストンのということなんですけど、これもですね、変化するツムが多かったんですけど、スキルループを頻繁にしまくるのはよろしくなかったんでしょうね。修正されてギリ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 マイツム、別でマイツムをチェーンして消さないとスキルループはちょっとできませんよみたいなツムになってしまいました。ガストンっていうツム死んないんでしょうかね、梅さんは。続いてクリスマスドナルドです。クリスマスドナルドはですね、当時マルチタップっていうのが一部の端末で可能でして、それをやることによりですね、1秒でもう4本分の判定を取ることができたと。つまり今めちゃくちゃ消すことができたんです。こうなってしまったら運営も動くんですよ。マルチタップっていうもの自体が多分もう禁止になってしまったと思われます。もし違ったらすいません。続いてシンデレラです。これも先ほど言ったマルチタップの犠牲者でございます。カニ消しっていう、こう指をチョキにして、いつものね、シンデレラの消し方をすると両方の判定取ることができてしまったということで、本当に全然練習してなくてももう簡単に高得点出すことができてしまったという、事例でございます。はい、続いてジーニーです。ジーニーは修正前は何もなかったんですけど、スキルで手に入るスコアの獲得量がめちゃめちゃ減少したらしいです。よくわかんないですけどね、これは。でも結局元に戻ったんで、いいんじゃないですかね。
続いて野獣です。野獣も、まあ、最初特に何もバグとかなかったんですけど、なんか効果範囲が狭くなる、前爪の振れが悪くなるってことで、まあこれはなんか諸説があるような感じですね。まあ多分修正されてないですね。まあでも一応説としてあるので紹介しておきます。続いてサプライズエルサですね。サプライズエルサはどうやらなんかコインの獲得量が本来よりも多かったということらしいです。なんでコインの獲得量がちょっと見直されたそうです。まあなんでコイン稼ぎができなくなったらしいです。続いてアリオジですね。はい、もう何これ何から語ればいいんですかね。これはこれも説明すると長くなるんですけど、まあ、要はスキル1でも簡単に40勝負ができてしまうとんでもないバグがあったんですよね。なんか消去範囲がバグってて、それをうまく活用すると40勝負とかスキル1でもできてしまうといった現象が起きたので、修正後はそういうのができなくなりました。続いてマウイですね。マウイもアリオジと同じ現象が起きていたらしいので修正されたそうです。まあでもそれしなくてもマウイ別にそんな強くないというか、あのむしろそれが あってようやくまあなんか強いんじゃないのって言えるぐらいのスキルだったんですけど、見直されたんですけど、また修正され、その修正が修正されてまたできるようになったらしいですが、これサイレント修正食らってたっていう話ですね。で、同じくトップアートジーニーですね。トップアートジーニーも全くマウイと一緒の現象が起きていました。で、修正されたんですけど、それがまた修正されました。なんで、またアリオジみたいな従来のことはトップアートジーニーではできますが、お知らせされてませんでした。続いてハチプーです。これ、一応、お知らせ、公式のお知らせで見ることができるんですけど、なんかスキルパワーが減少したらしいので、SP スキルパワーの減少の改善がされたらしいです。まあ、なんでしょうね、多分、スキルへ打った時の感に関連する何か、例えばチェーンのしやすさだったり時間だったり、そういうのが見直されたんでしょうかね。まあ僕もよくわかんないです。でもう一個実はあります。繋いだ時に薄くなんなくてなんか光るみたいな、よくわかんないバグが発生したっぽいですね。でこれがハチプー以外にも実はありまして、それがヨーダですね。ヨーダも同じ現象があったらしいです。繋いだ時になんか薄く、だいたい繋いだ時ってなんかこう繋いでますよみたいなマークがあると思うんですけど、なんかそれが白く光るみたいなバグになってたっぽいです。はい、次アラジンですね。アラジンはスキル演出で出る、スキル演出というかスキルで出てくるアリオジのスコアが半減してたっぽいので、そのバグが改善されたということです。まあ、もともとバグってた爪が改善されたので、他の下方修正とかよりはまだマシなんじゃないですかね。はい、続いてカイロレンですね。カイロレンはカイロレンのスキルがどうこうとかそういったのが修正されたというよりはですね、爪選択画面の一番最後にいたっていうことなんですけど、当たり前ですよね。新爪って一番後ろに来るじゃないですか。ただなぜか BB8 とモカの間になったらしいです。で、一応なんかお知らせの説明では、新爪が一番後ろに来るとは限らないみたいなことは言ってるんですけど、もうカイロレンと次に紹介するツム以外、そんな現象起きたことないんですよね。ということで2体目がレイですね。レイもカイロレンと一緒のタイミングで出た新ツムなんですけど、これもカイロレンと一緒で、最初は新ツムとして最後尾にいたんですけど、 BB8 とモカの間になりました。マジでよくわかんないですね。次ジェダイルークです。ジェダイルークは修正前は、謎より消去の変化、もうこれ野獣と一緒ですね。なんか20勝負が安定しなくなったっていう話があります。これも正直未確定なので、まあ多分修正されてないんじゃないかなと思います。でも一部ちょっと噂にはなってましたね。はい、続いて KSO です。これはとんでもないバグがあったんですよね。前爪としてプレイしてると、プレイ中にフリーズするっていう、プレイの前にフリーズするみたいなのじゃなくて、プレイしてる時にフリーズするんですよ。あの強制終了するとかそういうのじゃないです。マジでフリーズするんです。なんで、まあ、それのバグが修正されたということですね。やばいですね、この爪。続いて、プリンスチャーミングです。これは、もう、昔やってた人だったらね、あ、覚えてるって人もいるんじゃないでしょうか。名前が変わったんですよね。チャーミング王子からプリンスチャーミングって、なりました。まあ、多分、設定か何かが違ったりするんですかね。僕もなんか別に何が違うんだろうって感じですけどね。ディズニー詳しい方いたら教えてください。はい、続いて、キュートエルサです。このびっくりマークボタンですね。このツムの選択画面の説明の時のびっくりマークボタンをタップすると強制終了するというバグがあったんで、それが修正されました。続いてミッキー&プルートです。修正前は白目のツムのミッション判定がなかったんですけど、アップデートで白目のツムがミッション判定に追加されたらしいです。まあ、プルートがねにっこりしてるんでって話ですけどね、白目向いてるのににっこりしててどういうことでしょうかね。続いてフラワーティンクですね。フラワーティンクは結構新しいんじゃないですかね。ボムを消した瞬間になんか重くなる現象が発生したっていうのと、毛の跳ねたツムのミッション判定っていうのが追加されたっていう、もう普通に情報修正されましたね。はい、続いてアナキンスカイウォーカーですね。これは、原作のアナキンがなんか黒い手袋みたいなのはめてるんですよね。でそれ
がそのツムツム、最初に出た時のツムのデザインでは反映されてなかったので、それが反映されました。続いてイニシャルが一部修正されたツムっていうのがいますね。まあこれは多分フルネームというか、例えばサリーってのあの本名がジェームズ・P・サリバンとかそういった感じなんですよね、まあ、なんでそういうのを全部修正したということだと思います。まあでもこれがね、何のイニシャルがつってあの修正されたかとかがね載ってなかったので、結局なんだよって話ですよね。はい、続いて第一弾の追説も、これも諸説があるんですけど、最初ヴィランズの粒の密章判定が実は存在してたと思うんですよね。僕も最初ね、なんかヴィランズの粒の判定だった気がするんですよね。ただなんか密章判定が消えました。でもこれもあの明確な証拠的なのがないので、これも諸説がちょっとありますね。はい、続いてグリムですね。グリムはこれはグリムは怒られましたね。猫科の罪の密章判定があったんですけど、ツイストやってる方だったらわかるんですけど、グリムは別に猫ではないんですよね。明らかに猫ではあるけど猫ではないんですよね。ってことで猫科の罪の密章判定が消えました。続いてキャプテンライトイヤーです。キャプテンライトイヤーは明らかに口がないのにもかかわらず、口がある罪、口が見える罪のミッション判定がありました。でそれが修正されました。まあごもっともですね。はい、続いてベイダー卿&ストームトルーパーです。これはガチ勢の間で結構言われてましたよね。ベイダー卿のスキル、ストームトルーパーを撃った後にベイダー卿でいっぱい消すじゃないですか。だいたい50消去とかするやつ、あれ端っこでやるとあの10消去とか14消去になって、ベイダー卿のあれでもタイムボーンを狙うことができたって感じなんですけど、修正されました。続いてマリウスですね。マリウスもこれは情報されました。グリムとは違って情報されましたね。マリウスドラコニアプリンスの罪のミッション判定がなかったんですけど、プリンスの罪が追加されました。ツムツムのスタッフさんはちょっとツイステアの知識がちょっとないんですかね。はい、というわけで最後です。ローズディーブケイターでございます。ローズディーブケイターは皆さんも記憶に新しいんじゃないでしょうか。修正前は限定ツムっていう表記がなかったんですよね。ジャック・ドーソンは確かあったんですよ、限定ツムっていう表記が確か。ただローズの強い方のツムが常駐ってなって、その限定っていう書き方をしてなかったから、え、じゃあ今後常駐入りするのってなったんですけど、そんなわけもなく、まあ、限定ツムっていう表記に変わりました。はい、というわけで、合計34種類のツムたちを紹介していきました。もしかしたら他にも実は修正されてるとか、そういったツムはきっとあると思います。まあ、そこはちょっと僕の漏れ残しということで、ぜひコメント欄などで保管してください。皆さんも思い出に残るツムはいましたでしょうか。よかったらそこら辺もコメント欄に、書いてくれたら嬉しいです。というわけで今回の動画は以上となります。それでは